明いただきたい方は挙手をお願いいたします。はい、お呼びさんよろしいでしょうか。はい、ムービーさんよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。もう本当にあの感激いたしました。コレクションをもちろん見ているんですけど、本当にライブと映画とそして純足だという素晴らしい歴史あるメゾンの、集大成を見せていただいたという気持ちで、本当にあの純先生が絶対ここにいらしたって思うぐらいそんな感じの高揚感があって感動しました。純先生のこともすごく本当に思い出しながらさせていただきました。本当にエレガンスを大切にする方で、いつも女性は綺麗でいてねって、いつもメイクはちゃんとしてるんだよっていろんなことを教えていただきましたね。あの芦田泰先生とドラマスターの恋というドラマで出会ってドレスを貸し出していただいた時に本当に感激して、そこからいろいろとお友達にならせていただいて、お家に遊びに行かせていただいたり、純先生奥様並びに旦那様皆様と仲良くさせていただいておりました。はい、これはあの今日はタエさんのお衣装なんですけれども、このあとちょうど純先生の前回のコレクションのボルドーのドレスを着て、あのミスインターナショナルの方の審査員の方に飛び出していきます。本日はそうですね、プリーツであったりレースであったりいろんなあの大好きなもののコンビネーションがあったので、あこのお洋服着たいなとワクワクするなと思いましてさせていただきました。またあの毎回違うドレスとか違う洋服とかを着せていただいて、すごくエネルギーがあるそういったお衣装ばかりですし、今回ももう未来がすごく明るいぞって、我々はこれからみんなですごく明るく頑張るんだぞっていうようなねことを見せていただいたような開放感も感じましたし、ディテールの一つ一つがジッパーでコートでこう開けるようになっていたり、きらめくボタンであったり、もちろんパターンであったりプリントであったり、いやーもう着たいお洋服が満載で本当に素敵だった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。